はい、お始末でーすえー、と、今回はね「和食底力」というこの船瀬さんの本をご紹介します。ね、はいでこれ、まあ、この題名にね、うん、あの、惹かれて買ったんですけど、まあ、一発目ねちょっと1月からねちょっと葉巻たあの吸ってる私にとってはねちょっとショッキングな内容が出てましてね。<laughs> これタバコはあかんよということですね。タバコはあかんよと、うん。ただ、ここに書いてあるタバコというのは、フランスさんがね、このバツ印でブーブ,ブーと。やってるね、タバコというのは。シガレット。JT とかね、専売公社とか、各国のね。会社が作っている、あの、この。ここにフィルターが付いてて。ね。しかも、紙があって。 紙で巻いてやるしかも中にいろんなの混ぜ物のしたタバコの葉っぱを化学物質でいっぱいね紙にも化学物質がいっぱい出いてるし紙も悪いしそれからこうフィルターにねまた細かいのがいっぱいは変なのが入ってるんですよだからそれを肺の奥まで吸い込んで吐き出すということが大変かでも悪いと私は思ってますのでこの,このフランスさんののはまあタバコいっぱいについて書いてあるような感じなんですけど あのえー、っと毎年12万人の最大最強のがん製造装置としてタバコが書いてありますね。うん、でもですね私はちょっとあのここだけはちょっと違いますよね。うん、あの最近タバコがね非常に激しいでしょ。あのなんていうかなあのこう避難合豪,豪というかね。禁煙ルームを 禁煙場所がすごく狭められて「伏流園伏流園」って言われてで周り、まあの人も迷惑を込むからやめろよ「やめろよやめろよ」って言われて、うん、でしかも全面禁煙のねあのレストランとかねそういうとこも増えてますね最近ね、うんまあ、今度まだオリンピックがあるんで余計厳しくなくなるんかな分からないですけど、まあ、そういうことがあると,ということはこれ逆で考えたらいいんですよ。なぜ そういうい風潮になってるかなぜタバコがこれほど、ね、皆さんから嫌われるかそれは実はね体にいいらなんですよタバコというのは特にあのシガレットは私はすいませんあれはやっぱりちょっと毒だと思ってるんでしかも肺の奥まで吸うそんな問題がないですよね。うん、あの葉きを吸うとあるいはパイプタバコを吸うただパイプタバコの,あの吸う時のですねあのタバコの葉っぱは天然と。 ね、いうことが大事です、うん、この2つしかもパイプだったらもうとにかくここに灰に入れずにここの中だけで楽しむ空気で楽しむっていうふうにすれば大丈夫です私みたいにね、まあ、このしがりろという細いやつをね買ってますけどこれは本当はぶっといて葉巻を吸いたいんですけどね、まあ、これの関係で、まあ、あのこれでこのね今の,この動画で金が入ったらまた買い,買いますよ。ここにもね しっかり書いてありますよね。とにかく健康のために吸い過ぎに注意するんだなのな書いてありますよ。これはスマトラのタバコかな。うん。いうことでまあね、あのー、これに関してはね、タバコに関してはまあちょっとこう、今実験中なんでね、<laughs> 置いときまして、はい。他はね、素晴らしいですよ。私にとってね、素晴らしい。和食損地から。ね。うん 特に私がですねこれを読んで実践してます。特、ま、に、あ、思いっきりこの赤線引きまくってね読んでますけどあのがんについてはねあの非常にね結構ページが裂いてあり,あります。がんについてね。うんまあ、要するに笑えばがん細胞が減ると笑いがね大事だということであのこう笑ってね こういいホルモン出してあの幹細胞消そうという方法とかあのイメージ的にね消そうという方法とか結構有効みたいです特に笑うのがいいんですよね笑うとやっぱり免疫が出るし NK 細胞キラー細胞が出てくるんで増えてくるんでねだからあのバラエティなんかで笑うということとか、まあ、落語とかねうんあのいいと思いますよ。あの YouTube の動画見てもいいしテレビ見てもいいしラジオ聴いてもいいしまあ CD なんかあるしね私は円州さんの落語 CD にあの CD というかあ,のあれ CD で買いましてねそれからあのあれに入れてますあのウォークマンに入れてますはい円州さんうんまあんまり最近聞いてないですけどあのこう時間が空いたらね聞くとやっぱ笑えるんですよね。うん で笑うこととは大変いい,というこ,とですでこれで私がガラッと人生があのちょっと今やってることでですねこれで,ですね「番茶ガブ飲み」「番茶でいいんで高いお茶ちを鳴くてもいい、番茶でいいんでガブ飲みするということでがんを減らすということ」これは私はこれ読んでから本当とに番茶をねたい56杯から78杯飲んでます一日、うん。で、 あの甘いジュース系統のペットボトル買う代わりに今お茶を買ってます、はい、その辺がちょっと変わってきましたねこれ一日この船瀬さんは一日10杯以上と書いてありますけど、うん、まあ私78杯は必ず飲みますカテキンといいいいいうのはねばにもいいしいろいろいいそうですそれから今ちょっとこう問題になっているトランス脂肪酸というのがありましてこれはまああの殺人と書いてありますねこの本にはね。 トランス脂肪酸というのが、まあ、食べるプラスチックということでマーガリンとかね、うん、ショートニングっていうのがよくあの商品の裏に書いてますねショートニングってあれもトランス脂肪酸なんで私はあの今昨日も買ってきましたけどあのバター100%で作っててあるパンだけにしてますとにかくあの昔は結構買ったんですよ、うん、そういう、まあ、表示がね、まあ、信用できるというふうに仮定しまして。 表示にショートニングあるいはマーガリンと書いてあったらもう一切今買ってませんそういうものはね、うん、そういうことにはお金使いたいんで,、うん、で昨日買ってきたパン屋さんそのパン屋さんはあのー、カルピスパターというのを使ってパンを作ってるんで美味しいですよただね高いですよ3倍3倍からね4倍します値段は、うん、だけどマーガリンが入ってない 大変い,いパンなんでねああの買ってますでやっぱりそこに来る方はまあ私はねあのー、カルラスパシオという、まあ、20年経った車まで行ってるんですけど結構ねやっぱりあの意、ー、識高い系というかねまあ奥さんが多いんですけど奥さんとか女の人がほとんど多いかな8割9割は女の人なんですけど私がなんかこう濃くいってんというか珍しく男のねおっちゃんが買ってるの。うん あのー、やっぱ車がいい車ってってますよね、BMW で来たりとかね、大、う、体、ん、そこのオーナーもあの、会社乗ってますけどあの、なんかね、やっぱいいですよ、パンが美味しいから、もうあれ食べたらね、もうまあ、商品名は言えないですけど、あの店の名前はここで言えないですけど、あれ食べたらね、他の食パン食べないですよ、あのスーパーで売ってるようなものは。 うん、私は他のところではあの生活を下げてますけどね4月から無職なんでね、うんまあ、食べるものに対してはねちょっとやっぱお金使いたいんであのお米とかねこういうのこだわってね有機栽培なるべく減塩農薬っていう減農薬、うん、でやってますし塩なんかもちょっと高いですけどいい塩買ってます。砂糖もね だいいいいぶ高いですすけどま食べること大事なんで日頃口にするものはね、うん、ちょっとまあその辺はあの今それに相応する身分にまた悩む必要があ,あのなりますけど <laughs>、うん、大体だとは思ってますけどね、うん、やっぱり食べるものはいいもの買いたいですよ、はい。ということでこれは、えー、と強くうっとご推薦します。ねまあ、番茶がぶび 一日十杯と、これだけ覚えてもらえば、そうお金はかからないし、番茶なんで、ねうん。私も番茶買ってますよ。一袋一キロのやつを。うん、今は三袋ぐらい買って、予備してありますけど、それを毎日毎日飲んでます。もう。あの、安いからね。あの、たくさん、その、入れてね。飲んでますよ。ここにね、その。写真もありますけどね。はい。では、吉松が、お届けをしました。船瀬俊介さんの書かれた。 和食、底力という、はい。皆さんもこれを買って健康だとださい。今以上にね、はい。ではまた次回お願いします。